こんにちは、萩です。今回はですね、パリオリンピック陸上競技最終種目である女子マラソンの結果を振り返っていきたいと思うんですが、この結果を歓喜と言わずして何と呼ぶのか。鈴木優花選手6位入賞を果たしました。素晴らしい、おめでとうございます。いや、前日の男子マラソン赤崎選手が6位入賞を果たして大いに盛り上がったんですが、その勢い意志を受け継いで女子マラソンも6位入賞を果たしました。いやー、すごかった。レース展開も良かったですし、もうね、赤崎選手同様ね、あと一歩でメダル取れるんじゃないかっていうところで、もう見てる側もね、ワクワクさせてもらいました。もう男子マラソンも女子マラソンもね、まあこれ以上ないっていうね、まあ結果でした。本当にね、おめでとうございます。で、ただ前日にですね、前田穂波選手の欠場が発表されて、まあ日本陸上ね、ファンの皆さんがね、うわーと、マジかよーとね、誰もが思ったと思います。で、今回女子マラソン日本代表選手、まあ3名のね、選手が選ばれて、市山選手、鈴木優花選手、前田穂波選手、この3名がね、日本代表として参加予定だったんですが、まあこの3名の中で言うと、今ね、最も勢いがあるのが前田穂波選手。まあ速さもあるし、まあ強さもある。まあ現日本記録保持者ということで、まあタイムからすると入賞はね、まあできるし、レース展開によってはメダルもあるんじゃないかと言われていたのが前田穂波選手。まあ日本代表選手の中で、まあ最もね、いい成績を残せる可能性が高いというふうに思われていたのが前田穂波選手なんですが、疲労骨折ということで、まあ欠場がね、前日に分かりました。で、これもね、やっぱギリギリなんですよ。もうこれぐらいやっていかないとオリンピックでは勝てない。だけどこれ以上やってしまうと怪我とかリスクが上がってしまう。だけどこれ以上練習の質とか量を落とすとオリンピックでは戦っていけない。もうそういった世界なわけですよ。で、前田穂波選手もそれは分かってるけども、まあプレッシャーもあっただろうし、まあなんとかしてメダルを取りたいって思いもあって、まあよりハードな練習がね、まあ続いたことによって疲労骨折してしまったんじゃないかなと思います。で、疲労骨折するって相当ハードなトレーニングを積んでいた証拠だと思います。で、前田穂波選手って元々ね、まあ練習の鬼というふうに言われていて、まあ練習の量もすごいし、まあ質も高いことで有名なわけですよ。ね、今回ね、まあいろんな思いがあったと思うんですよね。まあ日本記録保持者として、日本代表として、何としても最低でも入賞、まあメダルを取りたいっていうね、まあ思いもあって、まあプレッシャーもあったと思うんです。まあそのね、プレッシャーに応えるというか、まあ日本陸上ね、ファンの方にもね、まあ応えたいって気持ちもあったと思うんですよね。まあそれでね、よりね、ハードな練習をね、積んだことによっての疲労骨折なんじゃないかなと思います。で、前日に発表したということはもうギリギリまでね、本人は悩んだと思うんです。やっぱコーチ陣とか監督陣はもう絶対走らせたくないわけですよ。だけど本人はやりたいっていう風に言っていたんじゃないのかなと思います。なのでギリギリのね、発表になったと思うんですが、まあ疲労骨折の中でまさか痛み止め飲んでば、その瞬間は痛みがないかもしれませんが、まだね、将来がある選手ですからね。まあ次のね、まあ世界大会、まあ来年のね、世界陸上もありますし、ロスオリンピックもね、まあ目指せる年齢ですからね。まあ次の世界大会にね、期待したいと思いますし、まだまだね、ここではね、終わるような選手じゃないと思います。まだまだ、ね、記録も伸びると思いますので、日本記録更新もまだまだ狙えると思いますし、まあ、世界大会、次のね、世界大会で入賞とかメダルをね、狙っていってほしいなと思うんですが、まあその思いをね、受け継いだのが今回鈴木優花選手。まあ入賞してほしいなという思いがありましたが、まさかね、こんなに素晴らしいレース成果、あんだけのね、まあ猛者とね、まあ勝負できたことが素晴らしいです。で、赤崎選手同様、途中までメダルあるかもしれないと思わせてくれたことが本当に嬉しいです。まあ途中離れて追っかけてるというかは、もう最後の最後まで勝負できたわけですよ。まあ赤崎選手同様に、まあ世界のトップの選手とも勝負ができた。もう一回離れましたけども、まだまだ分からんで距離までこう走り続けた。まあこれが僕としてはすごい嬉しいし、見てる側としてもういけるぞと、頑張れ鈴木と思わせてくれました。いやー、ですね。で、僕ね、レース見てて思ったのが、もう鈴木優花選手、途中ね、最初の方はね、映像でなかなか映らなかったんですけども、途中からね、まあ、フォーカスされて映るようになったんですが、体つきがもう明らかに変わったなと。まあ、ランニングフォームもそうですし、まあ、体つき、あと、接地感とかすべて、大学生の時とは多く変わったと思います。大東文化大学出身なんですけども、あの時とはもう明らかに変わったと思います。まあ、一言で言うと、速さよりも、今、強さをね、まあ、身につけ
けたっていうような感じですね。で、大学生の時ってもうとにかく速い選手で有名だったわけですよ。強さっていうよりかは速さがあるゆえ強かったというような印象で、どちらかというとまあ速い印象がありました。で、大学生っていうのはやっぱトラック種目結構メインで、まあ5000メートルのタイムをどんだけ伸ばすか、で駅伝も長くてやっぱ10キロぐらいなので、まあ強さっていうよりかはまあ速い選手、まあスピードを磨いていった方がね、まあ結果が出やすい。まあ5000メートルの自己ベストもそうですし、まあ駅伝でね、まあ優勝を狙っていくためにはやっぱスピードのキロを磨かなきゃいけないので、チームとしてもやっぱスピードトレーニングって結構多いと思うんです。まあ女子ってね、こう結果の走行距離相当多いっていう風に言われていますが、まあそれでもトラック練習も頻繁にやっていたと思いますし、400メートルインターバルとか1000メートル2000メートルとかのインターバルでかなりキレを磨くようなね、まあ練習をしていたと思います。まあそれがあの速さにね、繋がったと思うんです。よくね、喧嘩走法なんて言われていましたが、もう駅伝でね、倒す気をもらった瞬間、最初の1キロ、ドカーンとぶっ放していく。もう最初の1キロがもう自己ベストなんじゃないかくらい、ドカーンって突っ込んで、もう粘っていくようなレースがあったので、なんか速いなっていう、もう選手を抜くときも、もう明らかにスピードが違っていうようなが、まあ鈴木優花選手。なので、強いっていうかは、速いなっていう印象があって、まあキレがね、まあある選手、走り方もね、もうポンポンっていくような感じで、それでも大きいし、まあ力強い走った。たんですが、まあ、今回実業団になって、マラソンを取り組むようになって、まあ、速さのキレ絞りっていうよりかはもう持久力も一歩一歩の設置の安定感がめちゃくちゃついたような感じがあります。まあ、キレとかスピード感でいうとおそらく大学生の時のがあったような感じがあるんですけども、もう今は一歩一歩の設置のこう安定感がもうつば抜けてる。まあ、持久力でいうと大学生の時の方の倍以上ね、まあ、ついたんじゃないかな。だからこそマラソンをこう走り切れるようなね、まあ体格になりましたし、こうかなりね今回ハードなコースでしたけども、ああいうコースの方が鈴木優花選手は向いてるんじゃないかなということで、まあコースも味方したと思いますし、まあレース展開もね、こうスピードもね、やっぱ鈴木優花選手にとって、ね、一番良いペースだったと思うんです。あれ以上早く行ってしまうとやっぱキレが追いついていかないので離されてしまいがちなんですが、まあアップダウンがあってペースが上げ下げがあって、まあ、でもゴールタイム23分とか24分ぐらいだと鈴木優花選手の自己ベストぐらいなので、まあちょうどいいペースで進んだっていろんなね、こう環境がね、まあ味方したんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、レース展開が、まあ、とにかく冷静でしたよね。まあ、無理してないっていうような感じ。やっぱりどうしても先頭の方で走んなきゃいけないっていう思いなので、もうビタビタで先頭の方についていく。もうペースの上げ下げ関係なくにもとにかくついていくっていうね、思いでプレッシャーになりがちなんですけども、まあ、最初ね、もう先頭集団からこう離れて、あれ大丈夫かなと思っていたんですが、まあ、結果、おそらく自分のペースを守っていたようなところ、先頭集団が見える位置で走っていて、先頭のこう揺さぶりがないところで安定して走って、まあこれ以上空いてるとまずいかなっていうギリギリのところだと勝負どころを見分けやめていいところで先頭集団についていくっていうのができたので、まあ冷静さもあったような感じなんで、勝負感がもう相当ある選手だと思うんです。やっぱこうレースになると、まあ、監督とかコーチの、まあ、声ってなかなか入ってこないので、まあ自分でレースをこう読んでいかなきゃいけない。ここをついていくのか、まあここを離れていくのか、まあそこを判断しなきゃいけない。それがね、今回鈴木優花選手ね、素晴らしかったと思うので、まあそういう勝負感がある選手っていうのは、やっぱ今後ね、世界大会でもね、まあ、活躍していけるというふうに思うので、次の大会も期待しちゃう。まあ4年後のロスが、こうピークになってくるとなると、メダル争いもね、狙っていけるんじゃないかなというふうに思います。まあ上りの走りも強かったんですが、まあ一個言うとなれば、やっぱ下りがなかなか走れてなかったような印象があります。結構バタついてるような感じでしたね。真ん中のね、こうしっかりした一歩一歩丁寧な走り方なので、まあ下りもね、しっかり走れそうな感じがしたんですけども、結構バタついていたような印象です。相当ね、力を使ってしまったような感じで、下り結構ペースアップしてしまったので、まあそれまでは結構良かったんですけども、いいリズム走ってたんですが、まあ下りに入った瞬間、バタバタしたような感じがあって、それがラストの平地のところで足がちょっと疲れてしまったような、まあ下りで足を捕まってしまったような感じがあります。まあ大迫傑選手と同じような感じですね。まあ大迫選手も下り結構詰めたことによって結構足のダメージ、やっぱ上り頑張るよりも下り頑張る方がやっぱ辛いと思うんですよね。なので
の下りの端っていうところがね、結構ね、他の選手と比べると力を使ったような感じ。それでも、まあ最後の最後結構動いてた。まあ他の周りの選手はね、まあ海外勢がさらに動いてたというところだった。まあただ、今回はまあ力負けしたわけではないと思います。赤崎選手同様に、もう力負けではなく十分戦えたと思いますし、まあレース展開より変われば、もっと上に行く可能性もね、もちろんあったと思うので、まあ次のね、オリンピック本当にね、期待したいなと。いうふうに思います。で、一山選手はね、まあ、残念な結果でした。おそらくね、スタート地点立った時にはね、万全の状態ではなかったのかもしれないです。まあ、終わった後のインタビューではね、もう悔しいっていうよりかは、なんかもう 100% の状態でスタート地点に臨めなかったっていうような雰囲気が出てたような気がします。まあ、練習メニューとか直前の状態っていうのは明らかになってないので、わからないんですけども、まあ、練習、レース終わった後、正直不安でしかなかったということを言ってました。やっぱ練習とが詰めてないと不安になるわけですね。なのでおそらくまあ、怪我とかね、まあ、いろんなところがあって万全な状態ではなかったのかなと思います。ただね、一山選手もね、ここで終わるような選手じゃないと思いますんで、次のね、世界大会ね、期待したいなと思います。まだまだね、女子マラソンも楽しみです。前田穂奈美選手も絶対終わらないし、鈴木優花選手はこれでね、より次メダルを目指せるというようなところに立ったと思うんです。おそらく自信的にも勝負できるということを確保できたと思いますんで、今回強さを身につけたと思うんです。パリオリンピックに向けてとにかく土台を作る、相当走り込んだと思うので、これで強さを身につけて、次速さを身につけるマラソンランナーになってくれると、2時間18分台という日本記録が見えてくるわけですよね。そこまで持っていって、そこからさらに強い選手までもう一回行くと、世界でメダルを争いでランナーになってくると思いますんで、次は僕の思いとしては速いランナーにもう一度戻ってほしい。これで強さは間違いなくついたので、次はやっぱ早いよねと言われるような選手、2時間17分台、2時間18分台を出せるようなね、まあ選手も途中吹っ飛んでもいいからタイムを狙っていくような選手に、この4年間で持っていけると、よりね、メダルが近づいてくるかなと思います。まあ、世界はね、もう2時間14分台、13分台をこう出してくる時代になってきていますからね。まあ、日本記録としても2時間17分台まで持っていかないと戦っていけないと思いますんでね。ぜひね、まあ、次は速いランナーにもう一度ね、戻ってね、世界とね、戦ってほしいなと思います。